おい、敵の増援だぞ。やばいやばいやばい。うおお。よっしゃさて、部品を見つけて戦車を動かす。無茶はなしだ。どうもこんにちは、エドワーズです。お前誰だって？車を運転中、手のひらを見たら、戦場にワープした、ピチピチの23歳です。ここは第一次世界大戦中の、1918年10月17日、フランスはリベクール、連合国軍イギリス兵士として、同盟国軍ドイツ兵士が、占領した町を進軍していたら、乗っていた戦車が壊れちゃったので、修理するために、敵から部品を、ちょろまかしに行きます。さて、見つけました銃は M1903。アメリカで生産されたライフル銃で、狙撃用に望遠照準器と、サイレンサーがついてるね。戦争中とはいえこの動画は、YouTube で、良い子のみんなが見るもの。人が死ぬ暴力シーンがあってはまずい。なので、任務を果たすまでは、非暴力、不服従、のガンジープレイでやります。せっかくのライフルも、今はただの望遠鏡です。で、普通に、部品をください、と、言っても、くれるわけないので、こっそりと敵のエンジンから部品を、ゲットしたいと思います。ただ、敵はワンサカといるので、薬莢を投げたり、わざと足音を立てたりして、敵を誘導し、周りから敵がいなくなってから、エンジンの部品をもらう作戦です。で、この辺に敵がいるはずなんだけど、薬莢を投げてみると、あ、やっぱり反応があったね。注意を引きつけて、あ、あの人だね、こんにちは。残りの敵3人も、気をそらす必要がある。次に足音を立てて、一人。ぐるっと家を回り込んで、さらにもう一人。そして最後にもう一人、薬莢で注意を、引きつけて。よし、これで誰もエンジンを気にしていない。さあ、離れて、離れて。部品は今、目の前にあります。エドワーズさん、今がチャンスです。イエーイ、ジャス、ゲス。よし、使える。これであと3つだ。部品を取ったら、スタコラさっさ。ぼーっとしているとすぐに見つかっちゃうからね。ただ、これでやっと1つ、あと3ついるんだよな。結構きつい。つべこべ言わずに探すしかないんだけど、どう考えても無茶ぶりもいいところ。しかもガンジープレイだなんて、誰が言い出したんだ。お前だろ。ちなみに、今手にしている銃は C96。たった1人で敵陣に潜入するには、相談数と威力が心もとないけれど、このピストルは我がエドワーズ家に、代々伝わるお守りのような銃。この銃を手放すことは、我がエドワーズ家、ひいては我が祖国に背くことになる。たとえどんなに良い銃があったとしても、これを手放すことはな。戦争と和歌力。勝てば官軍なのだ。この銃はルイスガン。アメリカ人が設計し、イギリスのベサ社によって大量生産されたイギリス陸軍正式採用銃。軽機関銃の代表的存在で、西暦2000年まで続いたユーゴスラビア紛争でも、使用されたとされる名作ですね。これで勝つる。問題があるとしたら、今回は発砲できないってことかな。意味ないじゃん。で、さりげなく、一人を、薬莢で引きつけておいて。あ、敵がいる。一人。二人。三人。もういないかな？あ、四人。うわぁ、四人か。まあ、一人目のお兄さん。ちょっと戦車の修理、やめてもらえます？そうそう、そうよ。それでいいのよ。で、そこの二人も。ちょっとだけ後ろ向いてみ。そうそう。あ、こら、君も後ろ見てみ。そう、誰もいない。でも、視聴者のあなた、後ろを振り向いて。あなたの後ろには、本当に誰もいない？これで半分。なんてね。ねえねえ、ビビった？ビビった？ちょっとゾワッときた？ここで第一次世界大戦の説明をしたいと思います。1914年6月18日に、オーストリア皇太子がセルビア人に暗殺された、サライゴ事件をきっかけに、オーストリアがセルビアに宣戦布告。オーストリアは同盟国の、ドイツ帝国と連携し、セルビアはロシアと連携。フランスは戦争参加を反対していたジャン・ジョレスが暗殺されたことをきっかけに、ドイツに宣戦布告。イギリスも、ドイツに宣戦布告。日本も日英同盟に基づいて、ドイツに宣戦布告。当時の総理大臣は、大隈重信ですね。こうして、オーストリア、ドイツの同盟国軍と、フランス、イギリス、ロシア、日本の、連合国軍の戦いになりました。少し遅れてイタリアが連合国軍側で、参加。オスマン帝国も同盟国軍側で、参加。戦争開始直後は、
8月に始まったこの戦争も、クリスマスには終わると考えられていました。しかし、連射が可能な機関銃が戦場で使用され、機関銃に対抗するために、塹壕が作られ、さらに塹壕に対処するために、戦車と毒ガス兵器が前線に投入され、その上、戦車に対抗できる飛行機も活躍しました。結果的に1000万人の戦死者、800万人の行方不明者、2000万人の負傷者を出す大戦争になりました。そうこう言っているうちに、次の部品を回収。まずは一人目に薬莢で、ちょっと道路で遊んできて、って、ぐるっと家の後ろに回って。はい、お兄さん、不審な人影ですよ。スナイパーライフルで見てますよ。はい、これで注意を引きつけて。さらに、家の中から接近。で、もう一人、君もちょっと移動してみようか。おっと、一番最初の人、警戒が解かれているね。よし、と。さて、ちょっと後ろ失礼しますよー。よし、三つ目ゲット。あと一個だ。いやー、肝が冷えるねー。これ、なかなか大変だけど、ラスト一つ頑張ろう。ダイナマイト発見。ご存知ノーベル賞を創設した、アルフレッド・ノーベルの発明品で、当初、土木工事向けであったダイナマイトは、戦場でも使用され、多くの命を奪いました。さて、第一次世界大戦終了後の、話、戦争を終わらせるための戦争、というキャッチコピーで世界中で、戦死者を出したこの戦いも、1917年に、アメリカが連合国軍に、参加したことをきっかけに、1918年同盟国軍は、敗戦。翌年にパリ講和条約が結ばれ、ドイツは総額1320億マルク、現代の日本で言うならば、1150兆円、国民総所得の2年分以上と、返済できるはずがない莫大な賠償金を押し付けられました。この賠償金の金額は、ドイツ国民の怒りを買い、第二次世界大戦の勃発と、ナチスドイツの誕生の原因となりました。この戦争によって、ドイツ帝国を含む4つの帝国が消滅。さらに、イギリスの身勝手な外交によって、今なお続く中東問題の発生、各地に残る不発弾の問題など、世界史上、類を見ない、残酷な結果を残すものとなりました。で、そんなイギリス帝国の、無慈悲なダイナマイトを、設置。でも、まだ起爆はしない。さて、最後の部品は川の向こう。火炎放射器を持つ敵もいるし、塔の上からスナイパーも監視している厄介な場所だけど、ここまで来たからには、必ず部品を持ち帰るぜ。敵は、いないか。でも、声はする。近いね。川を渡って。あ、いた、一人。おっと、スナイパーに見られてる、まずい。とりあえず、この小屋の後ろに回り込んで、見られないように。隠れてからの、あ、もう一人いた。敵兵発見、からの、薬莢。薬莢からの、すっと後ろに回り込んで。回り込みからの、最後のエンジンパーツ。よし、揃った。別の元に戻ろう。さて、これで全部部品は揃ったわけだけど。うわぁ、ほら、白い点全部敵ですよ。確認できるだけでざっと20人ぐらい。で、もちろん大きく迂回すれば、簡単に戻れるんだけど、ここは一発かまして、混乱に乗じて、仲間の戦車の元に戻ります。よって、ガンジープレイは終了。これからは助走をつけて殴りに行きます。あ、馬がいる。第一次世界大戦までは、戦争兵器として馬は現役。物資の輸送などのために使われていました。あの子に乗って逃げるとするか。ただ、この人数差ではさすがに逃げれない。そこで。やっほー。よっしゃ、馬、馬、いけて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 け。痛い、馬が痛い。敵は大混乱。一気に逃げ切るぞ。いや、何も見てない。なんか、文字通り蹴散らした気がするけど、まあ、馬に悪気はないから、言って。でもとりあえず敵が追い切っから逃げ切れた。よっしゃ、あとは景気よくパカらって逃げおせるぞ。敵が一人、スルー。もう一人、こいつもスルーだ。よっしゃ、もう敵はいない。なんか、警報が聞こえるぞ。まずい、敵の増援が来る。おい、敵の増援だぞ。やばいやばいやばい、うおー。よっしゃー。
ということで命からがら、敵から戦車を修理する部品と、ついでに馬を一匹、持ち帰ってきました。ということで、みんなも世界史を勉強して、俺たちの戦いを未来に、語り継いでいってくれよな。今回の動画はこれで以上です。ご視聴、ありがとうございました。